さて今朝はですねこのおはよう寺ちゃんご時代コロンビアと結んでいますコロンビア在住でコーヒー生産者松尾彩香さんです松尾さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします、はい、松尾さんどうですか今あの東京というかこのところ5月に入ってぐずついた天気続いてるんですがコロンビアいかがでしょう、はい 私が住んでるとこもここ2年ぐらいずっとグズグズって決まってるずいぶん行っちゃいましたね2年なんて <laughs> もう寒気がないんですよ全然、えー、もう毎日雨ですええー、ですからコロンビアといえば寒気と雨季があるそれでコーヒーもね美味しく育っていく、はい、わけですけどもこの2年ぐらいそれはあくまでもまあ松尾さんのイメージでありますけどもあんまりこの晴れる日というかカラッとした日がないってことですね そうですねあの、えー、ラニーニャ現象の影響だと思うんですけれどもあ、はい、あの降水量がすごく増えてしまってもう寒気のはずなのに、えー、毎日雨っていうのがもう2年ぐらいずるずるっと続いてますね。今日も雨ですねあ今日日もも雨雨でですすねか もちろんもちろんもう毎日ですからそうか今雨季には入ってるけれども <laughs> 今日も雨うんざりみたいな感じですね、はい、もうね本当に太陽が恋しいですよいやそうですよねでもねコロンビエといえば、はい、そのコーヒーの栽培などでまあある程度その経済だってね、えー、この成り立っている一億になってるわけじゃないですか はい、でもそれが、ま、前回もお聞きしましたけれども、まま、あのコ,豆コーヒー豆自体は高騰してるけれどもその他のこのも、ね、のの値段も上がってて行ってこいみたいな感じとなるとよりコーヒーの豆の生産少なくなりますね。そうでででですすねただでさえ雨で生産量すごく減っっててしまってるので、えー あのちょっっとピンチですねこうやって毎回お,お話聞いててまた,また雨、また雨コーヒーもなかなかっていう風なお話聞いてるともう今ラジオをの方がみんなコーヒー裁判者になってますからね松尾ファミリーに入っちゃってるみたいな感じなんですよ。 あもうどうぞどうぞウェルカムですでも虫には刺されたくないなっていうようなあと崖からもしたくないっていうですね <laughs> <は>そんな中で松尾さんあの以前もお話しされてましたが <laughs>、まあ、卵をもね今高騰していると鶏の卵ですね、はい、あとはその鶏ふだって貴重だっていうんで,うで、ね、鶏を飼いたいっていうふうにおっしゃってましたがその後何か1羽ゲットしたそうですね。はい そうなんですよあの先月、ですねあの先住民の自治区に行く用事があってですね、はい、その先住民の方とお会いしてお話をしたときに<っ>あの実はその私、鶏欲しいんだよねって話をしたら 1>, <っ>あの1匹持ってきないよって言ってくださってですね優しい <laughs> でなんか庭にあるやつガシッと捕まえてえ<っ>こ,れこれあげるって言ってもらってありがとうございます。 あもう10羽ぐらい飼ってると思うんですけれども、あ,えー、もうあげるあげるって言われたんですけれども、先住民の方、結構生活が苦しい方が多いんで、えー、あ払いますよって言って、お金はあの渡してきて、えーで、半日、結構遠いんですよ、その先住民自治区、だからあの半日ぐらいかけて、バスで持って帰って、やとうち、あの念願だったその鶏をゲットしたわけなんですけれども、全然卵、今のところ、産まないですか。<laughs> 産まない青い卵を産むからねって言われてめちゃくちゃ楽しみにしてるんですけどなんかエメラルドグリーンっぽいなんか卵を産むって聞いてるんですけど、えーえー、全然産まなないです、ね、なんか幸せまで呼び込みそうな色ですけどね <laughs> 全然あの呼び込んでくれませんあそうですえでも鶏をバスでって今おっしゃいましたけどもバスの中でどうやって、はい、あのかかまえてたっていうか抑えてたんですか <laughs> 段ボールに入れてあ<ー>あの鶏って暗くすると夜と勘違いして、えー、静かになるので、はい、あのちっちゃい段ボールに押し込んでぐるぐる巻きにして、えー、<laughs> あのバスにそのまま普通の荷物とかのようにあの持ち込んだんですけどそうで,したかでも、まあはい、一応、ですね軽粉狙いの方は粉はするわけだから卵っていうふうには考えないでいや軽粉軽粉っていうふうに思って <laughs> あのこれからも大事に買おうと思います。いやそうですかあと松尾さん 日本に近々帰国されるそうですね。そうなんです、三年ぶりの日本なんですよ。えー、えー、あのどうです。何をしたいとかあります？お風呂に浸かりたいです。今は <laughs> <laughs> やっぱりシャワーなんですね。シャワーだけですね。湯船みたいなのないので、えー、あのずっとシャワーで三年間しのいできたんですけど、はい、ちょっとやっぱり日本人なので、もう、はい、お湯に浸かりたいんですよね。あ,う <laughs> あとはまあイノ一番に食べたいものって何ですか。日本で。 縁側の寿司ですか、ね。いずいぶんずいぶんこだわりがあります。いや縁が美味しいですよ。私も好きですけど。縁側大好き。はい、縁側か。側あと芋虫が飲みたいです。うそうですか。<laughs> 日本人ですね、松尾さん。そうですね、本当に、えー、はい。ケサもどうぞよろしくお願いいたします。<laughs> よ、はい、よろししくおお願いいまますすすはい、おはよう寺ちゃんんん今今朝朝時ココロンビアと結んででーーヒー生産者松尾彩香さんです今朝もあな q r. たくさんのメール、つぶやきお待ちしています。 時刻5時13分です。おはようテラちゃん。今朝5時台はコロンビアと結んでいます。コロンビア在住でコーヒー生産者松尾あ香さんです。松尾さん改めてよろしくお願いいたします。はいよろしくお願いします。はい、えー。日本との時差コロンビアはえっ、ー、と今そちら午後3時ですか。そうですね。はい。ええー、まあ雨がね、えー、先ほど降ったというふうなお話でした。気温はどうですか。 ちょっと今日地メットしてますね。やっぱ雨上がりだからかもしれないですけど、<ー>はい。で気温基本としては20仕事ですか。そうですね。すごく過ごしやすい半袖<え>ちょうどいいなっていう感じです。そうですか。はい。さあそれでは朝刊トップ5いきます。5月17日火曜日今日の朝刊各紙から気になる見出し5つ紹介していきます。産経新聞スウェーデン申請証明表明 ウクライナに侵攻したロシアの脅威が高まる中北欧スウェーデンのアンデション首相は会見で NATO ・北大西洋条約機構への加盟申請を正式に表明しましたフィンランドも加盟申請を正式に表明していて両国州内にも申請する見通しです朝日新聞避難指示来月12日解除 政府は東京電力福島第一原発の事故で福島県葛尾村に指定した帰還困難区域の一部について6月12日に解除する方針を決めました道路や鉄道周辺を除き居住地域での解除は初めてです日本経済新聞中国ゼロコロナ景気直撃 中国政府が新型コロナウイルスの感染封じ込めを狙うゼロコロナ政策で中国景気の傷が深まってきたという記事4月は物流の混乱などで生産、小売り、雇用が軒並み悪化習近平指導部はゼロコロナ政策を堅持する方針で民間予測では4月から6月のマイナス成長を懸念する声も出始めています毎日新聞 との時短命令は違法。 新型コロナウイルス対応の改正特別措置法に基づく東京都の営業時間の短縮命令で損害を被ったとして飲食チェーングローバルダイニングが都に損害賠償を求めた訴訟の判決東京地裁は都の命令を違法と認定しました一方で最初の命令で前例がなかったことなどから小池都知事の判断に過失があったとまでは言えないとして賠償請求は棄却してい ます。日刊スポーツ、大谷200連発日米155号大手アメリカメジャーリーグエンゼルス大谷翔平がアスレチックス戦に3番 DH で指名打者で出場し特大ホームランを打ちました。今シーズン2度目の200連発で日米通算155号へ大手をかけています。はい、長官トップ5お届けしました。 さてコロンビアのコーヒー生産者松尾さんに話を聞いていきます。松尾さんよろしくお願いいたします。はいよろしくお願いします。はい、今あの5本ですねトップニュースお届けしたんですが何か気になるニュースありましたか？気になるというかなんか中国大変そうです、ね。ああそうですね。<laughs> えー、なんかあのこっちの方って中国と日本がなんか結構みんな一緒にごっちゃになってるので。えー やっぱこういったニュース、コロンビアでも報道されてるんですけど、えー、なんか会う人会う人に、えー、なんかあんたの、あんたの国大変なことになってるねって言われて。そんなこと言われるんですか。<笑><笑>そうそうそう<っ>、あれ中国なんですけどって言っても、<っ>なんかポカーンとされるんですよ。<ー><何>もうだから、あの、ね、<laughs> え、アジアの方みたいな感覚なんでしょうね、きっとね。そう、なんかもう中国の中に日本あると思ってると、結構いるんで。 それは侵害だなだから私が「いや日本あれは中国だよ」って言われてもちょっと何言ってるか分かんないみたいな反応されて、はい、なんかもういいやと思ってそうそうそ大大変大変って,言って、えー、そどうでしょうすちょっと松尾さん優入式問題ではあるんですけども、はい、それコロンビアに対してのやっぱり日本政府の何かこうね ODA 政府開発援助だとか、まあ、それ系が弱いのか、はい、逆に言うと中国がそれだけ入ってきてるのか今松尾さんお感じになってるどんな感じ ですか。いや、多分向こうの教育というか、はあ、日本の知名度です。なんかがちょっとあれなんでしょうね。ええええ、知名度がまだ低いのかな？そうですか。<laughs> ぜひとも松尾さん <laughs> え日本の力になってください。ええ、よろしくお願いいたします。<laughs> 私が一人一人教育してますから。お願、ね、い。いいですね。<laughs> 一人一人教育してください。お願いいたします。もう、はい、あの、どぶ板選挙なんて選挙の場合ありますけど、草の根作戦とも言いますけどね。<laughs> えー、そうですね。それよろしくお願いいたします。はい。さて、あの、こちらからですね。コロンビアからのニュースで、すごく気になるニュースがいくつもあるんですが。まずはこちらから聞かせてください。はい、コロンビアの首都ボゴタ近郊の川で、臭い泡が大量に発生するという出来事があったっていう。 ですが、臭い泡って何なんですかこれ？あ、<laughs> これがあの話題になってるのはその首都ボゴタの近くのモスケラっていう地区、あのちっちゃい町なんですけれども、ええ、まあそこのあの町の中にあのバルシラス川っていう川が流れてるんですね。はい、でそこの川から泡がうわーって大量発生して、その大量発生した泡が風に乗ってそのモスケラの住宅街に その泡が飛んできててその泡がすごい匂いだっていう話なんですけれどもその泡の原因っていうのがもともとそういうあの洗剤だったりとか漂白剤だったりとかまあそういったなんていうんですかね日常的に出るようなそういった汚染された水っていうのを<え>あのコロンビアってそういう下水処理場みたいなのがないから全部川に流れていくんですよ。はい でそれがああのまあ、そういった洗剤とかが集まっててらにやっぱり川にごみ捨てたりだとかあと動物の死骸だとかがなんかいろいろごちゃごち,ちゃに混ざって、えー、でそれがああののの川の勢いでででどどんんん泡立っていくんですよね、えー、であのそれがなんかいろんなものが混ざってるので握手を放ちながらなんか街にいろいろふわふわ飛んでるっていうことで、えー、であのあいうちっちゃい村っていうのはその今も八百屋さんとかがあって路面でなんか。 野菜を打てたりするんですけど、えー、そういう野菜の上にその汚染された泡がボーンで乗ってきたりだとか。はい あとはやっぱいろんなアルカリ性だったりとかそういう洗剤ってするじゃないですか、えー、そういうのが原因で結構その肺に異常を訴えたりだとか健康被害とかを訴えてる人もいるっていうので、えー、なんかあのたまたま今回すごい話題になってますけど、はい、あの近隣住民のインタビューとか見てると毎年そうなんですって。 え川が増水すると本当にひどいみたいなんですけど、えー、でもまあ今までは誰もなんか私たちの話を聞いてくれなかったみたいな感じのインタビューでやってましたけどね、はいやそうですねでもね過去日本だってそういうねドブ川みたいのがあってそしてもうそれこそ汚泥のようなものがね川底に沈んでとか、はい、あと一時はその湾の中だって匂ったりだとかまあいろいろあったわけで <laughs> だからコロンビアも今それを経験してるってことなんですね。 そうですね、えー、あのもうちょっとなんかみんなの,その考え方みたいなのが、ね、変わればいいですけど、はい、その排水溝に流れていったものは全部川に出てくんだよっていうのを、はい、みんなが認識すればちょっと変わっていくんじゃないかなと思うんですけれども、えー、やっっぱりちょっと難しいいみたいですねまあ一時、多摩川もに、ね、あのすごくこうおったっていうのでした、ね、そこから浄化が始まって、はい、今じゃね綺麗な水になっているということではありますけれども、はい、そのだから近隣の人たちは大変なんですね今ね。 そうですね、えー、はい、健康被害も受け訴えてるみたいですね、はい。これ政府は何か動いてますか？はい、地元当局は。 いや全然ですよ。そうですか。<laughs> えー、コロンビアですから。あ <laughs>、コロンビアですからってのもすごい苦労です。<laughs> 頑張ってねって言って終わり <laughs> あ。そうですか。はい。あとでもこちらも気になるところ、中南米で初めてコロンビアが5月12日、えつい先日です。医師による自殺補助を非犯罪化と言いますから、まあ言ってしまえば合法化したというニュースが日本でも報じられました。これ何がどう変わるんでしょうか。 もともと、ね、<え>病気によって激しい苦痛だったり耐え難い苦痛を訴えている人というのが、はい、まあたとえあの自死することを決,定あの決意したとしても<え>もしそれを助けてしまったらその助けてしまった人というのはな、はい 罪に問われるんですね、はい、で今まで懲役12ヶ月から36ヶ月の,、はい、あの懲役の刑をあの罰をあの課せられてたんですけれども、はい、まあのこの5月1日でしたか12日ですね12日、はい、にあの、はい、決まったその憲法裁判所が可決した法案によって、ええ、あのこういったその病気によって耐えがたい苦痛を受けて自死を決定した人あの決めたこと 決めた人をあの、はい、助けてあげる人っていうのをあのまああのなんていうんですかね罪に問わない、はい、まあ合法化ですよね、えー、あの下っていうのがあの今回のニュースですはいでこれおそらくラジオ機の方自殺補助あと安楽死っていうのの,のこのまあ違いっていうのも私もちょっと、えー、口では説明できなかったんでにわかに調べてみたんですがまずこの自殺補助これを認めてる国っていうのはどこがあるかっていうと例えばオランダとかベルギースイスまあ合法化してますねあとアメリカオレゴ 本州なども認めている自殺助じゃあ自殺ほ助と安楽死まずコロンビアはすでに安楽死は合法化されてるんですか 1997年に合法化されています、はいはいで。この安楽死と自殺ほ助の差なんですけども安楽死というのがえ自分自身ではもはやもう実行することのできなくなった患者に身体的侵害によって直接死をもたらすこと、まあ、言ってしまえば他人が関与するこれが安楽死で自殺ほ助先ほどえその合法化されたというコロンビアでこれは患者本人が関与すると例えば、えー 処方された薬物あるいは毒物あるいは他の行為によって自分の命を患者本人が断つのを、えー、これをまあ助けるというかこれが自殺ほ助ということのこの差があるんですが、まあ、コロンビアは今すでに安楽死も合法化されているという,いうです、ね、松尾さんのお話です。年、え、年、ー、年ででですす、ねえー、すかかそうねね前 え前から今までで大体200人ぐらいの方が安楽死を行って200人弱ですかね、はい、あの行っていると言われていますねで今までもその安楽死でもその何てうんですか末期というかもう治りようがない余命選挙されたような方だけが対象だったんですけれどもまあそれが2021年去年の7月にその不治の病じゃないあの余命選挙されていない方でもあの、はい その安楽死を実行でできるよううにななったっていうこといこ、ええ、んかだんだんと結構自由度がこの国は広がってるなっていうような感じは、ねええ、これコロンビア国民はその例えば医師による自殺控除助とか安楽死の合法化っていうのはこれどういう感じで受け止めるんでしょう 結構その宗教観によってあの、えー、その考え方っていうか捉え方っていうのはやっぱり違ってですね、はい、そのコロンビアってもともとすごくカトリックの信仰が強い国なのでははまあ人によってはその命っていうのは神に与えられたもので、はい、いつ始まるかいつ終わるかっていうのは神様が決めるものだから、えー、そういうふうに自分でその決定してあの安楽死を申請するっていうのはあのよろしくないっていう感じで。えー、あの そういう意見を持つ人がいる一方で、うん、あの今年の1月に亡くなった丸田さんっていう方はあ楽しをして。 マルタさんっていうんですけど彼女は、はい、あのカトリック信者、ええ、結構あの信仰が強い方だったんですけれども、ええまあ、彼女はその神様は私は苦しむのは見たくないだろうからっていう理由で安楽死を決定してて<ー>なん,かなんか同じカトリックでもいろいろ考え方があるんだなっていうので、ええ、まあでも結構賛成反対は分かれてますね。ということはその反対の立場に立つ方は、まあ、今のお話だとこの宗教観みたいなところで反対をしてるっていう方も結構いらっしゃる ってことなんですねそうですねそれが結構一番、えー、あの大きな理由になるかなと思いますね、えーまあ、この安楽死だとかその自殺控除で問題に度々なりますけどもこの今の あのおっっしゃたたみたいに松尾さんがおっしゃったみたいにこの宗教観というのももちろんあるんですがまあそのほかにもですね例えばまあ死にたいと言ってきた人に対して治療する方向に対応するんじゃなくてえまああの死の自己決定権行使したいんですねと言ってもうすぐにこの治薬を処方している医師が出てこないとも限らないだとか。 あとは、そのまあ、命がなくなった直後に臓器をですね。この臓器売買につながるんじゃないかなとか。いろいろこのね、言われてる問題ではあるんですよね。そうですね。臓器売買に関しては、なんか陰謀論みたいな、やっぱこっちでもありますしーー。<laughs> でも、やっぱあの、思考するにも、すごく、あの、長い、すごくた、たなんか、あの、厳しいプロセスがあるので、なんか、あの。 ちょっとしんどいです死にたいです処方してくださいみたいな感じであ<ー>あのやっぱりできないですけれどもね、はい、でやっぱりそういったあの厳しいプロセスも踏まなきゃいけないしであのこっちのドクターの方たちもそういった法をそうあの決めていくのもまあ大切だけど死ななくていいように、はい、そういうふうに何か考えていくような。えー あのそういったなんていうんですかねプロセスも必要だよねっていうふうなんです、ねまあ、もちろんですねこのね、えー、もう治らないっていうふうに医師から言われてとあと座して死を待つだけみたいなねそれも苦しいと、うん、痛みがあったりだとか精神的にも追い詰められてみたいな時その、まあ、だから一方ではその安楽死とか自殺ほ助っていうこの、まあ、アイディアというか 気持ちがよぎるケースだってあるわけですし。これはだから、コロンビアだから、今回それを、まあ合法化しましょうってことにしたということなんですね。そうですね。ちょっと、えー、あの。なんていうんですか。はい、センシティブな内容ですけれどもね。そうですね。はい、そうですね。まあ、これはもう今ラジオきの方の中でも。<laughs> いや、それは、あの、いいことじゃないかと思いの方もいらっしゃるし。いや、それはちょっと違うと思うっていう、まあ、本当にこの。賛否分かれるような問題、でも、それをコロンビアあえて踏み込んだっていうところなんですね。 うん、そうですね。はい。えーはい、えー、またあの松尾さん、後ほどお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。 時刻5時35分です。おはようてらちゃん、今朝5時台はコロンビアと結んでいます。コロンビア在住でコーヒー生産者、松尾彩香さんです。松尾さん、改めてよろしくお願いいたします。 はい、よろししくお願いします、はい、先ほどあの松尾さんがですね、えー、と現地の方が、えー、中国と日本、まあ、これを一緒くたにしているって言って私がそのくらいの見分けついてほしいというふうに申し上げました、えーえー、そうしましたらですねラジオ機の方から北原ミリーバール虎猫さんからじゃあテラちゃんは中南中米、南米の国区別つくっていう質問すいませんでした。<laughs> <laughs> <laughs> すいませんそうですよね <laughs> そうですね言われてみらねだけど自分の国がなんかそうやられるとなんかムッとするんですよねだから初めは私もなんか中国人って言われたときになんか、ええ 違うしって思ってたんですけど、ええ、そう自分が逆の立場で、はい、そのコロンビアとじゃエクアドル人の違いがわかるかって言われたらわ、はい、かんねえなあと思って<え>すいませんってなりました。ええ、いやいやですか <laughs>、えーこ。こうやってあのラジオ機能型からのご指摘でね、えー、冷静になれる、ね、もう喜びがあります。はい、本当に日々反省です。さあ,あと, <laughs> あ,とあの、えー、松尾さんこういうニュースもあります。南米パラグアイで犯罪組織と戦ってきたことで知られる検察官が10日進行 本旅行先のコロンビアで射殺されました殺害されたのはパラグアイの有名な反マフィア検察官マルセロペッチ45歳コロンビアののどかな観光地バル島のビーチにいたところを2人組に撃たれたといいますコロンビアでもこの事件って話題になってます これはもうかなりトップニュースになってますね。はあ、はい。うん、今も結構あの毎日この方の顔の顔写真を見ないはないぐらい。あ、そうですか。ええ。そうですね。うん。で、まああのなんでコロンビア来ちゃったのかなっていうのは私の画像なんですけれども。ええ、えあ、なんでコロンビア来ちゃったんだっていう。え、どうそれどういう意味ですかでも。ええ、やっぱりちょっとあの。 コロンビアってその殺しし屋が結構有名なんですよ<ー>悲しいことにあの去年でしたっけねハイチの大統領が殺されたのも<ー>それはコロンビア人の殺し屋グループだったっていうので、えーえー、まあ私がそういうなんていうんですかねマフィアとかそういう麻薬犯罪のなんていうんですか反対の立場で働いてる人間なの,なのであればコロンビアはいかなかったうなと感じたんですけど。 まあでもかわいそうですねやっぱり新婚旅行でね、えー、あのハネムーンでもうその結婚式を終えたばかりで,でしかもその奥さんのお腹の中には新しい命を宿ったっていうであのそうですね幸福のなんていうんですか頂点にいたところで起こってしまった悲劇っていうのでコロンビアもかなりあのね捜査を。 <あ>結構厳しく進めているところですけれども今のところあんまりその分かってないですね、えー、誰が殺したのかもともと殺すことを命じたのは誰なのかというのは今,今のところまだ全然分かってないですあ、まあ、ですも大きなニュースにはコロンビアでもなってるといとうことなんですね。ね そうですねハイ、はいね、トップニュースですねはいさて、えー、続いてはですね新型コロナウイルスのこの感染拡大を受けて世界各地で様々なイベントを中止されてきましたで規制が緩和されるにつれてイベントも再開してきていますまあ日本でも例えば秋田のお祭りだとかあのねえっ、ー、といろいろこう夏のお祭りなんかも復活しつつあるなんていうニュースも入ってきておりますけども海外はどうかというと先日イベント再開コロンビアで一 一番おいしいハンバーガーを決める大会これが開催されたとこれまず一体どんな大会なんですか一 <laughs> 一番番コロンンビアででいしいハンバーガーガ決める平和, <laughs> 平和の大会ですよね ?4 月の25日から5月1日の1週間の間で、はい、そのコロンビアで一番おいしいハンバーガーを決めようという大会あのその名もバーガーマスターっていうんですけれども、はい 主催者はですねコロンビアで多分一番有名なグルメ系のインフルエンサーの方が主催でと2016年からですね主催してるもので,であのかなり人気な大会なん毎年人気な大会なんですけれどもまあ2019年以降やっぱりパンデミックの影響があったのでまあ開催は中止されていたんですけれどもあのまああの感染も収まってきましたしワクチンも普及してきたということでまあ今年は例年通りに久しぶりの開催だい あの開催だっていうことであの過去最大の20都市で200店舗以上が参加したっていう、はい、あの結構大きな大会なんですけれども2019年きょ、えー、との前回の大会では1週間で200万個以上のハンバーガーが売られたとで今年は230万っていうのでなんかまたあの規模がで増えててかくなってるい <laughs> そうですねでこれはあの経済効果もかなり高いものになるので、はい まあね、230万個も、ね、あのハンバーガー売れたらそれはあのかなりお金になるっていうことで松尾さん、どうやって一番美味おいしいハンバーガー決めるんですかこれが えまずルールがあってですね<っ>そのバーガーマスターに参加するお店っていうのは期間中は自分のお店の,あの自慢のクラフトハンバーガーっていうんですか 1>、はい、をあの、えっと、1万4000ペソなので大体460円ぐらいですね。ねで統一してもう全みんな460円で自慢のハンバーガーを売るっていう感じで。はいえ でえー、とハンバーガーの中にはそのコロンビアを連想させる食材を最低2つ入れなきゃいけないというルールがまずあります, <laughs> で、えーとですね、これをどうやって一番を決めるかというと普通なんてうんですか、ね、一番の何々を決めるって言ったらなんか三つ星シェフとかがなんか味にしてあこれが美味しいですとかいう、えー。<laughs> あれ でが結構あのよくあるパターンだと思うんですけれども、はい、あのこのバーガーマスターの面白いところっていうのはその審査を行うのはその実際にそのハンバーガーのお店に足を運んだ消費者たちなんですね。はい、であのどううやっっててて審査しいいくかっていうと えーとそのハンバーガーを食べた人がその写真を撮って<え> SNS に「ハッシュタグバーガーマスター」っていうのをつけて<え>でその期間中に食べた中でおいしかったハンバーガートップ3をあトップ5な写真付きで投稿してでそれが投票になるんですよ。<え>ほ き昨日までがその投票の締め切りで、ええ、今、集計しているところなんですけれども、ええ、それで一番あの多く SNS に写真が上げられたお店が一番これ、すみません不正は大丈夫ですか不正はこれ私思ったんですけど、ええええ まあ、うまいことやってるんじゃないですか。あ、うまいことやってる。<笑><笑>えー、あとは気になったのが、コロンビアを連想させる食材を最低二種類って。コロンビアを連想させるっていうのは、どんな食材があるんですか。まあ、名産品ですね。えー、なので、まあ、例えばコーヒーだったりとか。ーーはい、あと黒糖とか。あ,<ー>あと、なんだろう、マンゴーとかですかね。コロンビアで、そう、よく取れるものを最低二つは入れないといけないっていうルールになってま、えー。そうですか。松本さんも召し上がりました。 イベント私1個だけ行きんかもう収穫期で忙しいから、はい、なんかそんな私はそんなはしご普段だってクラ,フクラフトバーガー食べようと思うと円ぐらいすするんですよ、はあ、でそれが460円でこの期間食べれるっていうので、ええ、もうすごいみんな殺到するんですけど、ええ、私は私たちはあんまり時間なくて1軒しか行けなくて。ええ まあでもそのえっ、ー、とそのコロンビアを連想連想させる食材っていうのでコーヒーと、はい、あと黒糖を使ったソースが使われていたんですけれども、うん、あのすごいすごい美味しかったですよ。そうですか。ただめめちゃくちゃなら並んでますけどね。三<あ>時間待ちとかありますから、ね。そう, <laughs> そうですだまだだからあのナンバーワンは決まってないってことですね。<laughs> それ、ね、まだ結果は出てないですそうですか松尾さんも一つしか食べないけどその一つは載せたんですかハッシュタグつけて <laughs> 載せませんでした一<の>つで <laughs> そそなんか気が引けるなと思ってそりゃそうだ三つ載せなきゃいけないみたいな感じありますもんね <laughs> 来年は頑張ります、はい、あそ,そうですか来年五カ所もありますいやいや待ってくださいこんなとこで宣言されても <laughs> あの我々も困るんですよ期待はしますけどさてそれではですねここから松尾さんこちらのテーマで話を聞きます コロンビア、コロナ規制緩和、パンデミックは収束へ向かうか。ロイターの十五日時点の集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で五億千八百九十四万人を超え、死者は六百六十五万八千八百二十八人となりました。 2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国や地域で感染報告されています。えー、松尾さん、改めてコロンビアの感染状況なんですが、今どんな感じですか。えーとですね、ちょっと前までは健康省が。はいえー SNS を使って毎日今日の新規感染者数は何人でした死亡者何人でしたっていう風に毎日毎日一日の終わりにツイートだったりとかいろいろ発信はしてたんですけれども、はい、最近全くしてなくてですね、ええ、でなんかそういったあの感染者情報とかも全然なく、はい、なんか 感染状況わからないんですけど、とか, <laughs> かもうだいぶ落ち着いたみたいで、えー、はい。まあ感染状況言わなくなったってことはある程度もう関心も薄れてきたってことなんでしょうね。はい そうですね、もうウィズコロナで頑張っていこうって感じなんじゃないですかね、えー、あじゃあコロンビア、日本もですねこのニュースで取り上げられる機会っていうのは、まあ、以前に比べれば少なくなって必ずその1日1回というかニュースではやってるところはやってますけれども、まあ、以前に比べればやはり減ってる感じですけれどもやはりコロンビアも同じ感じですね。 そうですね。えー、はい、もう全然ニュース聞かないですね。はい、はい。で、コロナのこの感染拡大に伴う規制を緩和、あるいは撤廃する国っていうのも。えー、どんどん増えてきてますけれども、コロンビアいかがですか。えっですね。今月に入って。はい、えっとですね。条件があるんですけれども。えーえー、もう屋内のマスクの、着用。 義務っていうんですか？はい、もう配信になったので、うもう今は外歩いてる人も、お店の中にいる人も,も誰もマスクしてないような状態ですね。も誰もマスクしてない状況ですね。で、まあ日本の感染状況、はい、全国で一日あたりまあ3万人以上のこの新規感染者が出て、まあ昨日あたりは2万人台だったんですが、まあおよそ55%の人がですね、この3回目のワクチン接種を終えています。まあ正確なところいくと5月16日時点では、 全部で56%ちょうどのこの方が3回を接種を終えたという状況ですまあ、活動的な若い世代に住んでいないのが一方でワクチン接種なんですけどもまあ、これがですね感染者が減らない一因とも指摘されていますコロンビアワクチンの追加接種どうですかコロンビア日本ほどじゃないですよ55%ってすごいですねはい、56%に今なってますね <laughs> 3回目あ本当ですかはい えっと、コロンビアはまだ3回目23%ですあ。そうですか、えー、そうですね2回目は72%で3回目は23%。ああんまあでもあの一応コロンビアの目標としていたのは、はい、国民の70%がワクチン2回接種っていうのが目標だったので。えー まあ、あの今72、72%で達成しましたということで、はい、なので、まあ、あの3回目、まだ23%しか打ってないですけれども、もう4回目のワクチン接種も始まってますね。はあ、はあそうですか。で、先ほどですね、<っ>そのマスクの着用義務が屋内でも、まあ、これ、まあ、外れた、緩和されたということですから、これ、皆さん、喜んでますかそうですね、うん、なんかもう、コロナウイルスって何だったんだろうってそんなもんですか <laughs> 本当に誰もマスクしてないしあの挨拶する時ってボディタッチがすごいじゃないですかハグしたりだとかほっぺたにキスしたりだとか私それコロナウイルスでなくなるのかなと思ってたんですけれどもそういう緩和が進むにつれて皆さん触表現がんとも生々しいるいうと触るわけじゃないですあいさつですよね。 触りま私はねちょっとまだあのやっぱり日本人だから、はい、そのコロナウイルスにななって何ですか結構みんな距離ができて、はい、ちょっと落ち着いてたんですよあこれでハグしなくていいんだとか思ってたんですけれども、えー、もう最近元に戻っちゃってあ、えー、って感じですまた触りまくられみたいな <laughs> そんな感じですか <laughs> あまたハグしなきゃいけないなめんどくさいみたいなそうですよね <laughs> でね、はい、日本の場合だと子どものマスク着用についてまあようやくと言ってもいいでしょうね東京都医師会が見直しを提言して注目を集めているんですが。 コロンビア、子どものマスク着用っていうのはどうですか子どものマスク着用も、えーとですねまあ、5月1日、屋内のマスクが、えー、と着用義務排除になったんですけれども、はい、一応、学校内は、ええ、え着用義務あったんですよ。ええ ただ、やっぱりその子供なんかみんなねそのショッピングモールとか大人はそのマスクしないでね歩き回ってるのになんで子供だけマスクしなきゃいけないんだっていう声がかなり多く聞かれてでですねなの今日からですねえ今日から学校でもあのマスク着用の義務もなくなったということで、はい、はい私、今日あの家から外出する時にちょうど学校の登校時間とかぶってたんですけれども、うん。 あのこの前までみんなマスクしてたのに、うん、今あの今日誰もマスクしてなかったので<ー>もう結構かなりのスピード感でね4月にはあの えーと屋外でのマスクの義務がなくなって、はい、で今月入って屋内もなくなってで、えー、学校もなくなったっていうことなので,、はい、で今のところ、その着用義務があるのは、えー、と病院と老人ホームとか、はい、あとはあのーまあ、公共交通機関ですね、えー、での今のところまだマスク着用義務になってますけれどもなんかこんだけスピード感があると、ね、これからコロンビアからマスクが消える日もそんな遠くないんじゃないかなっ,ていううちょっと思い始めてますね。と、はい、となるとこの水際対策も非常 に関心があるんででですすすけどども水際対策どうですかえーっとですね、ええ、まコロンビア去年の7月ぐらいに水際対策も全部取っ払ったんですよ、はい、もう皆さん来てくださいみたいな感じで、ええ、だから結構バックパッカーがなんかあのコロンビアは何もなしで入れるぞっていうことでかなり旅行者ンガが来てたんですけれども。ええ それがちょっとあのデルタ株があって、えー、と去年の年末ぐらいですかね、二、はい、回ひどくなったので、ちょっと一回締め付けたんですよね。えー、締め付けって言っても、ワクチンがあの未接種の人は入国できませんよってなったんですけれども、それは去年の年末で、なので、それからかなり落ち着いてきたので、えー、5月1日に入ったら、ワクチン未接種の方でも、もし PCR 検査で陰性証明があれば入国できますよっていう感じで、えー、あの少し緩めた感じで。 もうだらけですよだからもうかなり前に戻ってるってことですね。もう本当はあの見た風景は本当にパンデミック前と全く一緒ですね、うん、外国人がたくさんいてみんなマスクせずにっていう感じなので。えー 以前に戻うそしてあの近日中にです、ねえー、と松尾さんは日本にお戻りという予定ですけどもこれごめんなさいあの日本にいながらこの水際対策って今どうなってんのかなみたいな感じなんですけど、えー、これ詳しいですよね松尾さんね日本に戻るってことい、はい、今どうですのは、ね、コロンビアから入るにはもし3回接種していたら。はいええ え本来はその隔離なしで入国ができるんですけれども、はいええ、で私も一応3回接種はしているんですが、ええ、その日本ってあの認可ワクチンっていうのがあるんですよね,そうですねファイザー、モデルナとかね私が打ったのはシノバックなんですよ。ええ、シノバックですか <laughs> バッグを慌てて打ってしまったがために認可されてないので私3回打ってるのに打ってないのと同じ扱いなんですね。なので打ってない人に関しては1週間の隔離で日本はですね。そうですね日本入るには私の場合は1週間隔離しないといけないけどもし3日目に自主検査をしてそれが陰性だったら隔い 隔離終わりでいいですよって話されてます。なるほど、ね、はい、日本は今そうなってるんですね。すいません、勉強になりました。<laughs> ありがとうございます。<laughs> えー、あのー、松尾さん以前ですね、コロンビアそのコロナ対策として先ほどもお話出ましたけども、規制強化するより経済回復、まあウィズコロナに舵を切ったというお話されてますけども、今経済っていうのを見るとどうですか？そうですね、もう見た感じもう。 あのパッと見あの街を見た感じでもう本当に完全に戻っているような感じですし、うん、あの現にそのイギリスの雑誌「ですねザ・エコノミスト」っていう雑誌が発表したランキングの中では、はいえー、コロンビアは世界で4番目にパンデミックのなんていうんですか,社,から社会の正常化が、はい、あの進んでいる国っていうふうなランキングでされているぐらいなので。うんうんえー もううほほぼほぼも元通りっていう感じですねそですそれ逆にその経済回復優先させると判断したコロンビア政府国民から批判とかそういうものはないですかいやもう特にもなんでなんだみたいなの全くなくて、えー、もうみんなあよかったねよかったねみたいな感じがあん<ー>ま少ないの<う>よかったねみたいな、まあ、あのコロンビアって結構そのなんて言うんですかね日本とやっぱり状況が違うので。えー まあもしその店をなんか店出すな酒売るなとかなっちゃうと、はい、あのコロナウイルスで死ななくてもみんなお腹空かせて死んじゃうんですよね。<ー>あのやっぱり貧困問題だったりだとか、えー、あと失業というのがかなり日本に比べて深刻な国なのでそういった面ではその経済に優先させるっていうのは割と避けられなかった決定だと思いますし、えーうん、っていうのでやっぱりその一旦締め付けロックダウンは結構厳しくって えと半年ぐらい結構ロックダウンしてた時があったんですけれどもそれでかなり失業率も貧困率も上がってしまったっていうのがあったので,、うん、でそうするとあの治安も悪くなりますしね。はい っていうのであの経済回復させますよって、あのもう規制なしですよってなったときは、特にどっからも文句はなかったと思います、ねえー、あとはそのウィズコロナのポイントとしては、まあ、医療崩壊ですよね、医療体制がしっかりしてれば、まあ、新規陽性者が増えようがね大丈夫だっていう、うんまあ、日本もそんな流れになってきてますけど、病院はどうですか、コロンビアは。今は特にそんな、あの一時逼迫してましたけれども。はい なんか今はそ,のそんなにひどくないんだったら病院来なくていいから家から出るなっていう感じで、はい、あのみんな,なんか自覚症状があったら病院行かずに家から出ないっていう感じで、ええ、なのでそこまで病院も逼迫してないですね今は。あそうですかと今お話聞いてるとコロンビアはほぼほぼ経済も戻ってきてるって感じですね海外からのお客さんも,もうウェルカムで迎え入れててそうです、ねはい えー、はい。もあの元元元通りはい。そうなんですね。まあ新規陽性者はそれはもちろんいるんだけれども、でも何か感覚的には元に戻ったっていうところですね。そうですね。見た感じそんな感じになってますね。はい、こちらは。今朝ご時代はコロンビアと結びましたコーヒー生産者松尾彩香さんにいろいろお話を聞きました。松尾さんありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい。ありがとうございました。はい。